ばいでしょ、これ見てよこれ。俺とランってやっぱり合うよね。ランっぽいからね、俺ね。ランっぽいよ。なぜこんなあの世界のランショーを着て、俺がさっきのあれに入ったか分かるでしょ。花と俺って似合わないから、ジャングルだから俺は。見てよこれ、こんなのこれ。庭にこれ咲いたらもうあれだよ、蝶々いっぱいになるよ。どれが蝶々か分かんないけど、そんなの気も可愛いじゃん。気も可愛い。いやー、この上に俺立ってほら、サラの祭りなんですよ。わしわしやってる、かっこいいな。かわいいな。出汁じゃねえのか。俺にはあんまり綺麗っていう言葉似合わないけど、本当に俺と花はやっぱり綺麗だよね。東京ドームだから、皆さん見てください。俺がここやけて目指したここに来たかったのにやってきました。すごいでしょ。長嶋翔です。セコムしてますか。何にね、興味ないやつこんなにいっぱい出てるから、やばいでしょ。こんなに言うんだから俺だけ全く花興味ない。食中だ、食中。これランの好きな人見たらもう大喜びするんだろうな。ランランランってなっちゃうんだろうね、絶対。こんなとこ芸術だから、これ見てるんですよ。来年の平成からこれに書くから、これ何でもかしてる。俺もちょっと漢字はあんま得意じゃない。これ平成からこれ変わるから、平成なんとか元年になりますから気をつけて。これいいよ、これ安倍総理。今回これ勝っちゃったから、またまたコウモリだ。やばいです。これちょっと見せれないけどね、ちょっとね、不便な勝っちゃった。こんなところでコーヒーでも飲んだけどね。これはね、狩屋崎って皆さん知ってます？狩屋崎、狩屋崎さんが作ったやつですよ。ほら、これ狩屋崎が作った。これですよ、これですよ。知ってます？皆さんよく見て、ほら、見てるでしょ、見てるでしょ。狩屋崎さん、狩屋崎じゃないから、こっちだから狩屋崎だ。狩屋崎じゃないからね。よく間違えんねん。手つく。着物もそう。やだね。お母さん綺麗でしょ。綺麗だよ。綺麗だよ。こんなん作れない。俺じゃない。知り合いの狩屋崎さん。はい。テレビでしか見たことないけど。これすごいよ。たぶんね、あの上のないでしょ、どこないでしょ。たぶん倒れてくるよ、全部。でもすごいよね。大自然の中で、そう。これもだって捨てちゃうんだもんね、終わって。かわいそうだな、まあ、うん、もう桜咲いてんもん、桜咲いてんの、うん、咲いてます。この影だけにあれしまんどいるかやってみましょうね。
ね。まあ、じゃあまた来年も来ましょう。知ってます？皆さんよく見てる、ほら見てるでしょ、見てるでしょ、狩矢崎さんです。狩矢崎じゃないから、こっちだから、狩矢崎だから、狩矢崎じゃないから、ね、よく間違えんねん、手つくの、うん、着物もそうか。